私たち行ったということは、はい、シェフズチョイスプッサン、何でしたっけ、あの参道のお店、あの地下鉄みたいな、あ、それ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 、勝った勝った、夕飯はどんかつだ。どうも皆さん、マグニーでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。あれですね、マグズキッチン、イエーイ。アウトドアはもうよくわかんないですけども、アウトドアグッズを試し使いするやつでございます。イエーイイエーイイエーイ。前回の動画で少しご紹介したんですけれども、これとこれ、まあ、これの詳細というか、どんなパッケージに入ってたとか、前回の動画見ていただくといいと思うんですけども、一応今回もね、概要欄の方にリンクあれば貼っとこうと思います。よろしくお願いします。これを使って調理をしていきたいと思っております。いやいやい。で、これね、この調味料も使っていこうと思うので、よろしくどうぞ。それでは、本日は料理動画、見てきてちょうだい。ドン、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 ドドン。以上が材料だ。点火。肉のタイミング間違えた。ほら。どうだい？一発目。なかなか良くないか？二個目や。中華鍋って感じやけども、やっぱちっちゃいし、一人前やな。ありがとうございます。鶏にしいて味付けしたことがないからね、わからんよね、度合いが。なんか通常の瓶入りはもう販売中だけど、要するに今お見せしてるのは詰め替えようってことですね。そうです。よっしゃ、2発目センキュー。どうもどうもどうも。ではいただきます。鶏にし、なんだこれ、おいしい、なんだこれ、おいしい、鶏にしやば、何入ってんすかね、なんせいろいろかけて、何かけても美味しいんだと。だってアウトドアスパイス食べた。野菜にかけて食べるだけでも美味しいみたい。めっちゃ美味しい。レタス、うん、そうそうそう、桃、うん、キュウリ、桃、いいね。まあとりあえずあの何より堀西がすげえって話になってんすけど、なかなか中華鍋いいんじゃないですかね。続きまして、こいつで鶏肉、もも肉を挟んで焼きたいと思います。で、それをこの上に乗せて食べるっていうのが最終目標。やっていきましょう。ガッガッ。よっしゃ、続きましてこいつと3、2、1、うわ、ウーフー、アウトドアクッキングで乾杯。乾杯。あっぱい。じゃだん。味の染み込み、やっぱり火の入り、そう考えたら多少切り込み入れときましょうか。はいね、手をきれいにしていきます。きれいにしました。半分のサイズにさせていただきました。これだとちょうど焼けるんじゃない。じゃあもも肉1枚の半分がちょうどの大きさってことです。チェケラッチョ、切り込みを入れた状態でございます。まずは皆さん、こちらアフリカンスタイルシェフズチョイス、もうすぐ出せます。あのキャンパル情報、はい、私あのキャンパルさんのインスタグラムは常にチェックしてるんで、はい、このシリーズのスパイスの中では、はい、最近このお店でそれを使いました。表と裏にしっかりかけて、これでタンドリーチキン風になるようなことを言ってました。いきますよ。これなんですけど、皆さん油引かなくていいみたいなこと言ってましたんで、はい、コーティングされてる的な、一回コーティングなしでいってみましょう。はいはい、火の強さ加減等は正直分かりませんので、うん、じゃあ皮目をして練習ですから。はい、こんなサイズ感です。皆さん両方がこう余ってる感じです。閉じます。おおお、煙が、これは焦げてるのかな。そしたら反対にしてみます。もうちょっと火を中火ぐらいにしました。これやったらその2枚キュッてして切れた方が良かった。そうやな、そうやな、ギュッてできたな。ちょっといいっすか。うわわ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 、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、
こんにちは。どうですか、どうですか。反対もお見せしましょうか。皮目の方はどうなってるでしょうか。うわーうわー、めちゃくちゃうまそう。お次の鳥さん。これはね、ガーリックでいくんですけれども、これはあの俗に言うプリップリップリッ、このこのプリップリップのやつなんですね。うわうわ、いいね。飛び散り注意。今回ですね、マグネさんのアイディアをちょっとね取り入れていこうかということで、鳥を乗せて、その真ん中グッと指で押して、グッと指で押して開けて、こぼれてもいい感じでダイレクトにそれを乗せて、君さえ助かればみたいな、あなたさえ君いいよいいよ、もうそれはやっぱほらワイプに行こう、うん、でチーズは2枚ほど上からのして、ほう、味付けは全部今日はあのご紹介したものしか使っておりません、ね、キュッ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 、あ、まなやたさんすみません、ありがとうございます。さあ火がつきましたので、閉じる閉じる伸びる伸びる、熱が行き渡るまではとりあえず強火でやって方が、外だとね焚き火の上とかね、まあ冬場やと火力がどうしても弱くなるから、やっぱ焚き火の上がベストかな、やるなら3、2、1、ドヒャー、うわっ、見ましたね皆さん、マグニーの動画やとわからんか、ずっと顔出てへんかったら誰の動画かな思ったでしょ、はい、マグさんです、マグさんじゃない、これええな、ほんまに。あんな簡単に鳥を焼けると思わなかったです。値段もそんな高くなかった。3000いくらでしたね。ご覧ください。うわ、あ、そういう、あ、でもカリカリチーズになって、うわ、中のやつがどうなったんやろう。でも、勉強したからね。うん、ちょっとこのまましばらく置いておきたいと。プロレスメールしてください。オッケーです。オッケー。じゃあ次はテーブルでお会いしましょう。皆さん、テーブルの上にやってまいりました。スーパーアイディアマン。母ギミーが考案したチーズかぶせ鶏もも肉焼き by ガーリックスパイス、どうなってるんだろう、これから切っていくんです。裏側から見るとこんな感じでございまして、切りますよ。はい、きっちり焼けております。バッチリ出ますね。お父さん、卵どこ。卵はもう黄身も全部綺麗に焼けております。ありがとうございます。はい、もうなんかね、ふわふわのフランス料理屋行ったらこんな卵の見え方してるなみたいな。あ、そう。チキンがね、分厚かったけど、薄めのやつだったら、あの時のトロリン城の君さんが揚げてもよかったね。あ、そうそう、火を通さなあかんかったんでね、なんかこんな感じになりました。さっき作ったチャーハンの上に2種類の鶏が乗っているような状態でございます。じゃあいただきます。わーい。じゃあ私もいただきます。これめっちゃ美味しい。海外旅行行ったけどうまいな、うん、うん、ガーリックの方行きましょうよ、うん、お酒にお手しないね、うん、そうそうそう、こっち、うん、こっちってなったけど、ありがとう、山村純ですこれ卵ですよ皆さん、卵ですわ、ええー、な、聞こえてますか、うめぇ、いいこと思いついた、まだ思いついた、分かる人にしか分からないやつ、はい、 UK カフェと味に近い、あー確かに確かに UK やわ、要するにアメリカなんですけどいろんなスパイスが相まってる、全部だから、うん、上下にチーズでもいいぐらい、上下チーズ絶対ありやん、ちょっと肉厚薄めにせなあかんけど、チーズがカリカリになってめちゃくちゃ美味しいし、香りも出るしね、うん、お酒飲む人は最高やと思う、絶対いいわこれ、絶対いいです皆さん。今回の MVP は調味料たちです。違うかグリルかどっちか言うたらグリルか、でもあ、でもスパイスも結構、スパイスもやっぱり強いですね、で中華鍋一番弱なってもうてんねんよ今だからあの中で言えば、いやスパイスって言うたらあれやけど、それはもうこうをつけていいやったらポリニスさんすごいわ、ポリニスやな、スパイス3つ使ったけどポリニスさんがナンバーワンやわ、チャーハンかちうまいしな、ほんまに何でもいけると思いますよ、うんうんうん、チャーハン、うん、パスタ、パスタもいけるな、だからペペロンチーノとかこれかけて、そうやそうや、うん、サラダ、焼肉焼肉だしも出してあるな、うちパンチがおんねん、パンチがおるな、パンチのなんか、だからそう、パンチの細かい版やな、そうやな、うん、そうや、焼肉パンチの
より粉末になったタイプやわ、うんうんうん、と思ってもらっていいかもしれん、うん、だからパプリカとか入ってるんで中主はね中主ね系像やないねんからえ許されるものならば堀西と中西間違える西つながりまあええなや今日はもう私完食です。ありがとうございました。美味しかった。全部おすすめ。よかった。次は現地で現地ね お外で、頑張って使いたいと思います。はい。というわけでですね、今日使った調味料と調理器具等は分かれば概要欄貼っておこうと思います。よろしくお願いいたします。大阪にお住まいの方はぜひ大阪キャンパルにも行ってみてください。奈良の方も行きやすい。確かに、うん。奈良からも近いです。はい。場所によっちゃ1時間以内。もっとか30分以内で着くとこもあるかな。うん。そんなわけで皆さん参考にしてみてください。では現地で使うね。なんか作ろうもう一個。待ってます。